アルターマンです。以前の動画で中古で買った KC のトカレスのガス風呂、最初の一発打つともうガスが全部出てしまって使えないというのをご紹介して、まあ、皆さんにいろいろ支援をお願いしたんですが、てるてるさんがコメントを書いていただいてですね、ピストンリング、ピストンカップが破損していたことがありましたと。で、部品を取り寄せて交換したら正常にブローバックしました。参考になれば幸いです。ということを書いていただいたんですね。それで私も、いろいろですね、もう一度取説をこうじっくり読むと、ちゃんとこういう項目があってですね、引き金を引くとガスが全部出る。で、ピストンリングの劣化って確かに書いてあるんですね。ということはやっぱりこれが、原因の可能性が高いと、ということを思ってですね、思い切って、分解してみました。そしたらですね、これがブリーチのところで、ここに、ピストンリングがはまっているんですが、それがですね、写真にも載せましたが、こんな状態でした。もう、ここについている時からもう3つに切れていて、しかもこれ結構柔らかいものだと思うんですけども、もうなんか硬くなっていて、でこれが原因だったようです。ということでですね、早速、新しいピストンリングを取り寄せました。で、まあ、KC の方に頼んでもよかったんですが、なんか時間がかかりそうだったんで、で、Amazon で見ていたら、たまたま、KC のトカレス専用のピストンリングというのが出ていたので、思わず買っちゃいました。まあ、KC に買って送ってもらうのと、どっちが安いかなと思って比較もしたんですが、KC の方は調べるとパーツ販売してるんですが、送料が930円で、これ、Amazon では550円で送料880円だったんで、まあ55円ぐらい、安く済んだかなというふうに思ってます。ということで、今日はこのピストンリングをこの新しいものに付け替えてですね、で、ちょっとうまくいくかどうか分かりませんが、組み立てをしてみたいと思います。で、まず、このピストンリング買ってみると、こういう風に皿状というのかな、こっち側がこうヘリがあって、まあ、お皿みたいな、まあ、真ん中空いてますけど、お皿みたいな構造をしてるんですが、どっち向きなのかよくわかんないんですよ。というのはこのダメになっちゃうんですよ。なんか特にこういう、なんていうんですかね、ヘリの突起がないんですよね。なんかそれもなんかもうすでに摩耗してなくなっちゃってたのかもしれませんが、ということで一応インターネットでいろいろ調べたら、どうもこういう、一応この飛び出してる方が、なんですかね、こっちのシリンダーの方に行くという形だと思いますので、とりあえずこれで組んでみます。
と一応グリスを塗っといた方がいいかなと思うので、先日オジシューさんが紹介していたグレシー RC のシリコングリースメイト、これも買って、あと一応筆も買いましたので、これでちょっと一応塗っておきます。はい、それでこれから結構難しいんですが、まずこのシリンダーを入れるのに、ここの溝にこの突起を入れなきゃいけないんですが、いや結構開かないとですね、よいしょ、こうやってればいいか、うん、それで、なんか随分スカスカのような気もするけどな、大丈夫かな。それであとはここに小さなバネがはまってるんですよね。これも結構難しそうだな。まずブリーチの方にはめて押さえながら引っ張って、シリンダーの方に引っ掛ける。よし、これで大丈夫そうですね。そしたらこれを、スライドに戻すんですが、これもちょっとスライド開き気味にしないといけないよ。ここが、この爪が中に入んなきゃいけないんですよね。パソコン、アクリル。あ、これで入りましたね。ちょっと曲がったような気がするけど。そして、これが ちゃんと入ってないのかな。 ネジちゃんと閉まってから、この位置でいいな。 これが外すときに押し曲げたから曲がっちゃったのかな。それともちゃんと入ってないのか。まあ、とりあえずこれで組み立ててみましょう。
はい、ガスを入れて25度、まあこのくらいだったら普通だと思います。お、治りました。やっぱりピストンリングだったんですね。いやーよかった。てるてるさんありがとうございます。おー結構いいですね。はい、それでは早速弾速測定と試射をしてみます。はい、弾速を測定します。マガジンは脇の下に挟んで温めておきました。29度。68.7、 64.7、 64.3、 65.1、 64.9、 65.4、 64.7、 64.3、 64、 64.1。 まあそれほど早い方ではないですね。はい、一度はどうなるかと思ったら思いましたが、なんとか復活した、トカレフでした。まあこれで私の第二次大戦時の軍用銃コレクションがまた一つ増えました。まあ初速はそれほど速いという感じでもないし、まあ集団性も一応10発中8発ぐらいはまあ4点圏内に入ってったので、まあまあ9大点かなという感じです。いやーそれにしても復活してよかったです。はい、改めて、コメント書いていただいた、てるてるさんありがとうございました。はい、それでは今日はこの辺で。